8.3 もらえます、これは。うまい。おい、鹿児島ユナイテッド FC、 キック精度が一番あるボランチは誰だ。技術を持った精鋭を3名、揃いましたのでご紹介していきたいと思います。こちら、はい、中原修斗選手、よろしくお願いします。それから伊沢春樹選手、よろしくお願いします。8三打光栄選手、よろしくお願いします。8三打光栄選手、ルールを先にじゃあ説明します。はい、ちなみに過去の記録として、第1回第2回とやってきて、20秒で紙キック何箇所当てれるか1箇所しか当たったことないです。しかもあそこの右上だけ以外は誰も当ててないです。持ち球発球もみんな1球だけですよね。だから今回ちょっと技術を持った精鋭を揃えて最高新記録出るんじゃないかなと。はい、それではいきましょう。張り切って紙キック対決スタート。よーい、スタート。ダメ、やばい、ごめん、はい、終了。最後ちょっとびっくりしちゃいましたけど、はい、伊沢春樹選手の記録0枚ということでした。はい、ハッパンダ光栄選手チャージ、伊沢選手ゼロでしたからね。行きましょう。ちょっともう喋りすぎて、よーい、スタート。うまい、うまい、うめー、すごい、ワンバンなし、すごいすごい、勝ち点3もらえます、これは。ハッター選手記録2枚、2枚でした。2枚、伊沢選手とハッター選手には申し訳ないですけど、一押しは中原修斗選手です。彼の技術見ましたよね、あのリフティング企画で。2つ以上当てれるか、よーい、スタート。やっぱ違うね。すごい、中原選手の記録悔しがってますけど、3つ過去最高記録出ました。ね、ハッタン選手がさっき2枚で過去最高出したんですけど、その数秒後にすごいね、いい、2枚、プレッシャーに打ち勝って3枚ゼロということで、はい、まだ初めてでも綺麗に ね、 経験がね、経験がね、やっぱりスタイルの良さじゃないな。違うか、足の長さじゃない、足の長さがあだになったからね。ちょっと距離が近いから、はい、すいません、ちょっと怒ってるよ、噛み合ってね、言いすぎて怒っちゃってる。ということで勝ち点、中原選手が3、はい、1で、0と。この持ち球発球っていう今からやる種目の方が緊張感と自分の間合いとで、しっかり宣言して当てないといけないっていう。あ、そっか、もちろん、はい、宣言して当ててもらうと。で、宣言してない場所に当た
った場合、OK です。いや、OK だから、OK だから。ゆうか、これ、すごいね。パーフェクト出したいね。中原選手のチャレンジ、1本目。あの、上で。おーい！中原選手の記録1個ということでした。はい、八旦田選手の1本目。上、右上。ほら来た、惜しい。右上。はい。うわあ、取ったと思った。3本目。これちょっとやばいっすね。全部やりたいな。伊沢選手これ2個以上当てたらもう。あ、そういうことか。4球目ぐらいからやばいよ、当たんなかったら。さあ行きましょう。右上からいきます。1本目。おお、1本目。おお、おお、イエーイ。はい、4目。おい、おい、おい、すごい。いや、残り6球。むしろさっきどうしたんちょっと先輩たち泳がしてたんだよね。はい、3球目、右下。これパーフェクト出るかもしれない。4球目。おい、けるいけるいける。5球目。6球目。あと2球。パーフェクト見たかったな。まだありますか。あ、すいません。もうないみたい。7球目。さあ、伊沢選手ラスト。あきれ。すごい、終わり方ちょっとしょっぱかったけど。すごい勝負強いね。はい。仕留めたよ、2球で。ありがとうございます。1位が中原選手。勝ち点4。2位が勝ち点3。で、伊沢選手。すごい。で、まさかの3位が八田選手。勝ち点1でした。それ、敗因は、ちなみに敗因は、あの、ポストです。あの、
あの黒いアイスが全部邪魔しました。なるほど。結構いいとこ当たりましたもんね、何回かね。アイスがね、邪魔したんですよ。え、中原でしょ。やっぱ後の方が、なんかこう、順番だ。確かにこれあるかもしれない。順番結構関係してくるんですね。一番手の人当たってないですもん、ほとんど。え、都会ですよね。ちょっと育った場所が。出身、宮崎。どこ？綾町です。綾町、宮崎のサッカーの聖地ですよ。ガンバ大阪とかね、あとフロンターレとかも、あの綾町にはキャンプに来てましたからね。僕も大学宮崎なんえ、そのリアクション。あ、そうなんすかって。神谷はまだ浅いか、浅いか、まだ知らないから。名前は下の名前は、下の名前はこれやばい、レジェンドだよ。やばいよ、わからなかったらもう。何文字かだけいいですか？何文字かだけいいですか？何文字だ、分かった。クイズ大会みたいな。3文字。3文字。見て、顔見て、3文字でどういう、うん、雰囲気で、雰囲気、その、何ていう名前なんだろうって、もうなんか見た感じの雰囲気で、多分当たると思う。名字分かるでしょ？はい、名字。この上3文字。そうそう、その上。この上。3文字。3文字。じゃあもうこれっぽいのに。あ、これっぽい。なんかこれっぽいのに。すごい失礼ですよね、意外と。キャラクターみたいな。いいよ。この上。塩。どうも、田上俊夫です。ということで、はい、あの罰ゲームを、恥ずかしい話じゃん、みんな耳塞いでてくれぐらいの感じの。地めっちゃ茶色いですよ。去年初めて人生で髪染めたんですけど、それまではマジの地毛で、本当にもう こんくらい、本当ちっちゃい時、はいはいはい、なってたんですよ。で、小学校の入学式で正門のところで写真撮ってたら、同級生であろう女の子、小学校1年生、はい、ママ、なんであの人あんなに髪の毛赤いの、髪の毛赤いの、髪の毛赤いのって言われて、俺は号泣しました。入学式はっていう恥ずかしい。あー、その当時の気持ちで、ね、なるほど。また違うパターンでちょっと恥ずかしいでしたよ。他の選手の恥ずかしい話は、髪の色を突っ込まれて、女の子に小学校1年生の時に泣かされたという、はい、話でした。でも同じような体験してる子も多分いるんじゃないでしょうか。大丈夫ですよ、ハッタの選手も泣かされてるんで。1年生の時に泣いてもプロになれますから。女の子に泣かされてもプロになれますから、自信持ってください。勢いでやってきたけど、ごめんなさい。鹿児島ユナイテッド FC のチャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。お願いします。